カオリヌベール学院小学校は、大阪船屋川市民委員長にある私立小学校。キリスト教を母体としており、京阪沿線在住の児童が多い。カトリックの人間観、世界観に基づく教育を通して、真理を探求し、愛と奉仕と正義に生き、真に平和な世界を築くことに、積極的に貢献する人間を育成する。カオリヌベール学院小学校は、 学生の良心をはじめとする全人格的能力を育成するべく、発達段階に応じた専門的教育及び宗教的な人間教育を一体のものとして推進している。全人格的能力とは、人を愛し、学問を愛し、真理を追求し、自らの能力を高めようと努めることである。カオリヌベール小学校の最終目標は、 平和な世界の確立に参画する意思や能力を生徒に備えさせることである。オーベセンス・イーティ・ピュルテ。フランス語で従順、純潔である。従順とは、真理を探求する過程で、事情を適切に判断し、それを明確に表明するような、誠実に従う強い意志を意味し、純潔は、真理を誠実に受け入れ、実践する生活態度を意味する。人を愛し 自らを高める強い意志と、豊かな心を持つ子供を育成することを目標に、高い学力の保障のみならず、カトリックの宗教的価値観を基盤とした全、人格的能力の育成に努めている。ありがとうございます。